そうですね、まあ、西川六段とか、はい、まあ、もちろんあの山中井っていう尊敬する先輩としてですか、まあ、山崎八段、まあ、都成五段あたりですかね、はい、いやちょっとこれ NG の話しかないんですよね遊びにですか、まあそうですね、西、まあ、飲みに行ったり、うん、マージャン打ってたりしますね、はい、とりあえず詰め将棋出されたら解いてしまう居飛車党ですね、うん、もう本質的には受け将棋とはよく言われますね、うん、うん、まあ札で方ですかねえ、これは恋愛を、うん、うーん、どうでしょう、まあでも待ちの姿勢ですかね、基本は受けの姿勢で、はい、将棋と同じで、そうですね、はい、まあ、初恋の定義こう定義によると言い始めるのがね、こう質問系のすごい面倒くさいところなんですけど、はい、まあ、5歳と見るか大学生以降と見るか、まあ、何しろ中高男子校ですからね。ああそうなんですね、はい、好きなタイプですか、まあ、野望がある人とか、野望、まあ、野望っていうかそうですね自分自身を主たる目的とした目的のある人、まあ、特にはないですね。なるほど、まあ、子供たちにはね将棋を教えたいですけど、自分の子供を教えるかどうかっていうのはまた別ですね。うん、はい、1日前にはまあ全ての準備済ませておきたい派で、大体、うんうん、まあ時間があれば1週間前ぐらいから相手の研究を始めて、まあ、1日前には作戦とか決めて1日前はゆっくり寝たいみたいな感じですね、うん、まあマッサージ行って軽く将棋見て可能なんですけど ね、うん、ね、締め切りがね襲いかかってくるのもありますかね。追われるものが、追われるものですか、はい、お茶を飲むとか歩くとか、あ、まあ、とりあえずね、あの急がないように、うんうん、急がないようにこう、いや、あんまりしないですね、うん、昔もしてなかったですか。まあ、結局自分が考えられるかどうかですからね。かっこいい、まあ、神仏を頼むよりは自分の力を頼んだ方が、そうですね、でもあんま決めないですね、結構変えるんで、うん、なんかね、一つに限るよりは体育長あんまりご飯の味しないんで、うん、いろいろ変えて試してます。まあ、お茶と水を結構飲んでますよね、うん、あとはなんかこうお腹が減りそうな時にはビダインゼリーとかを取ってます。高めるコツですか、一回あの疲れたなと思ったらちょっと休んでずっと考え続けようとしないことですね、うん、人間の集中力がどうしても限界があるので、疲れてきたら一回どうしても リフレッシュさせていきましょう。まあそうですね、まあその前同僚とかがいれば、まあそのままご飯食べに行ったり飲みに行ったり、うん、負けたら布団かぶって引っかぶって寝ますかね、はい、そうなんですね。いや、寝るのが一番ですよ、本当にしっかり寝る、はい、まあ、美味しいご飯食べに行くのは重要ですよ。なるほど、太るんですけどね条件反射で、これはもう条件反射ですからね、こうパッと出されたらパッとみんな時に入るっていう無言でねパーティーでも無言ですからね出す人も怖いんですけど、はい、なんかご飯食べてる時とかも急に出されたり、そう、急に詰め将棋パッと置かれたらみんなそれを考え始めて無言になるっていう、はい、謎の空間、はい、あんまり前日にバタバタしないと、前日はねバタバタするとこじゃないんで、うん、香川先生どうですか。いやでも私もあんまり前日は結構何にもやりたくないタイプですね。まあ、寝たいですよね。あの前日の夜中とかにやってる時が一番地獄ですよね。なんかそれで当日集中できた試しがないので。いや夜中にやることはないですよ、寝ますよやっぱ若い時というか学生の時は結構そういうこともあったんですけど、最近はやめてます。お茶を飲むっていうのは水分という意味ですか、それともこうちょっと一息、まあ、水分もそうなんですけど、まあ、一息入れるっていう効果は大切で、うん、やっぱりこう人間は結構こう局面に近視眼的になっちゃうことが多くて、自分の見たいものしか見てないっていう状態になりやすいんですよ。そういう時に一服してもう一回視点を回復するみたいなのが非常に大切なルーティンですね、はい、歩くっていうのもこう、まあ、名物というか、名物っていうとあれですけれども、糸谷先生はまあよく歩く棋士として知られてますよね。そうですね、歩くっていうのもやっぱり大事な、まあ、頭の健康に、うーん、第二の脳って言われてるんですよ。そうですね、足は、はい、そうですよね。割と負けた後はすぐ帰られるんですか。あ、そうですね、大抵は、うん、はい、だから結構関西だと捕まっちゃったりとかもします、まあ、捕まることはありますね他に勝った人間が言うとね、付き合わされたり、はい、はい、
も先生相当ショートスリッパーなんじゃないですか。いやまあそうなんですけど、それが続くと本当にダメになってくるんでちゃんと寝るっていう。ちなみに普段は何時から何時ぐらいまで寝られてるんですか。2時、8時。でもちょっと普通増えてきたんで。なんか昔もっと短かったですか。昔はもっと短かったですけど、今2時8時とかなんで、まあまあ健康的にちゃんと夜寝て朝起きてます。そうですね、はい対局中、はい、対局中食べないようにしてるものとかありますか、対局前とか。え、ものすごく辛いもの。でも辛いもの好きですよね。好きなんですけど、ものすごく辛いもの食べるとちょっとお腹がね、下りますか。あ、なんか結構お腹やられやすいですよね。お腹はあんま強くないんですよ、よく食べれるんですけど。はい、はい、お腹トークで終わっていいのかしら。いいんじゃないですかね。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。